マジだな。道具見強い。道具見自殺してるぞ。なんか進んでんだよな。なんか進んでんだよな。はい、じゃあ決勝戦最終ラウンドです。はい、スタート。シーにこれはチャーリー2ですね。うん、一方、猫組、猿組は A 山に1だけ。まあ、あれこれチャーリー見えれば。おー抜いた。おー抜きやがった。やば、真っ白を警戒してチキンタカシ、これいいよね。この警戒してくれるな、嬉しい。あー、やられた。酒カスがしっかり出てね。酒カスがチャーリーを。レイムがこうなる。あー、やれない。レイムがナイスカバー。あー、グソクがやられる。山で、ナイスカット。これは A 山裏走ったね、ポコくん。初動からチャーリーブラボーとされているこの状況、きついぞ、サル。きついね。おー。あー、でも落とされた。これは ?3 拠点来るか ?3 拠点来るか来るか来るか、これはこれはロックだー。いやー、これ、猿もきついね。また、さっきのシチュエーションになってるね。あ、でも、力投ちゃんが抜けてる。力投ちゃんが抜けて、あ、いいね。あ、バレた。A の裏に。あー、行かないか。それと行っちゃうか。いや、味方がもう入り込んでるから。首かな？いや、力投ちゃんのカバーがちょっと遅いな。それと入ればよかったね。いや、やってるぞ。カバーしたけど、いやでも A のゲートから入ってるプレイヤーが、おお、やれるか。ナイスナイス、脇猿が AC を確保。これで固めたいね。これで固めれたらでかい。チャーリー攻防戦はチャーリーが、あー、ゾウ組に落とされてしまった。チャーリーブラボーの攻防戦がどうなるか。ブラボーはアルイくんやれるか。カスをさあ、カスが勝った。酒粕打ち合いは強いね。ドクターがブラボー落とした。これはアルファ捨てのチャーリーブラボーかな。いや、チキンタカシいやらしいな。このタイミングでもアルファ入ってるよ。チキンタカシはうまいね。あ、チャーリーはもう落とせる。父ちゃんの正面センターから行ってるから。これで3方向囲んでる、ね、これで BC で固めたいが、裏で湧いたのがレイム。チキンタカシはこれ待つだけかな。いや、まあ行かないっぽいね。うん、チキンタカシ待ってるね。あ、いいね。2点目で前出た。で、これでやってから詰める。オクタン、あ、でも挟まれてるぞ。5番で、オクタンが1人殺して、チキンタカシがどうする？チキンタカシは、おー、やった。チキンタカシがチャーリーを確保。え、グソクジロウがチャーリーに向かう。グソクジロウやり合えるか。44かな。いや、すぐですから。いやー、ちょっと撃たれた、一発。この一発は痛い。あ、外した。あー、ちょっとこっち見たのか。うまい。うまい。立ち回り。守るねー。立ち回りが上を行っていたのはチキンタカシ。裏で湧いたのが力投ちゃん。力投ちゃんがブラボー落とせるね、これ。ノールックでブラボーの中入れる。あ、インパクトって言ってる。インパクト？マイナス20チケット、マイナス20チケットだよ。どっちが使った方、まだわかんない。終わった後。あー、チキンタカシはやられる。チャーリーも取られる。しっかりゾウ組アルファも持っていって。いやー、ゾウ組強いね。チャーリーアルファの2拠点が。酒粕が頑張ってアルファのセンターに入っていって。いやー、お、ボタンにカバーされる。惜しいねー。このタイミングで裏に行けば。ゲートとね、ストレートのタイミングが合ってなかったね、あれは。ゆきとちゃん、アルファを抜けるか。アルファを抜かないのか。ちょっと頭出すだけで敵を引きつけるだけにしたいよね。どっちかというと本命は LG 抜かせて。本命はそうだね。もしくはチャーリーとか。おー、相打ちだ。これはでかい。これはでかい。せっかすっごめん。入った。ただ、入った。まだ、L 字で戦い、ストレートに行くぞ。ボタンが、
スネークと戦う。でも奥さんが引きつけてるうちに裏に回ったのがチキンタクシがちょっとチキンタクシがまたやらかしたか。チキンタクシ、まだ気づかないぞ、まだ気づかないぞ。チキンタクシマップ見てないんじゃないか。奥さんがやれる。あーっとタイミングが悪い。グレーのちょっと行けた。あータイミングが良くなかったね。さあ115、もうサル組の後がないぞ。ただ RG を使ったのがサル組だから、あ、サル組だ、ゾウ組だからマイナス20チケットだね。まあまだまだ、まあまだあと30チケットぐらいという。まだまだ勝機はある。これでアルファチャーリー落としたサル組だからまだワンチャンあるんじゃないか。まだまだワンチャン。フェンダーサルト強い。やっぱりフェンダーサルトは10キル、キルは取ってる。いい仕事してるね。いい仕事してる、いい仕事してる。さあ、アルファは4番か。ワルが4番か湧いてくる。あー、まだまだまだ。チキンタカシはナイスカット。さあ、でもブラボーで湧いてくる。ゾウ組。いや、3人も湧いてきた、ブラボー、ね。いや、3人も湧かれたらもう。ブラボーの裏で。いや、ブラボーでさらに湧いたぞ。なんだこれ。ちゃんこんなんなってんのか。なんだこれ。スーカット。ナイス、リキトちゃん。ダーがやられた。ハリウッドが起こす。サッカスが来るぞ。ナイスは。カットして。グレー投げて。いいグレネードかも。おさあ、やるか、来るか。でも敵が周りにいない。あ、やばい。これやばい。このグレーやばい。サッカス。粘りはしたけど、B は取れない。さあ、走行してる間にもう、もうチケットがないぞ。あいつの間にかチケットはなくなっている。チャーリーもなくなっている。チキン高し。チキン高しやらしい。あ、チキン高し。お、チキン高し不足が、チキン高しを倒しに行ってるぞ。6だー。あー、きつい。チキン高しうまい。不足がやられてしまう。チキン高しこれで詰めるのか。詰めて。ワンカット。そして、さらに詰める。アルファ3、ブラボー3人、アルファ1。これはブラボー、奥端と愚足が守れるか。さらに湧いたぞ。酒かす。あ、チキンテカシ戻ってったな、チャーリーに。ほんとだね。まあ、チキンテカシがチャーリーを守るっていうのは役目を決めてるのかもしれない。多分そうだね。で、カキピーがちゃんとアルファ落として。いや、いい仕事してるよ。しっかり。あ、フェンダー、アサルト、守れるか。ナイスカット。ナイス。あ、ハンドガンやるか。いやー、飛んだ。いや、でもまだ、A は熱い、層が。まだまだ守れる。おー、うまい。もう、ハルユキは抜かれた。それから来るぞ。後ろから、レンガ。いやー、うまい。うまい、うまい、うまい。レイム。いい裏取り。強い。いやー、固めてるね。道具見強い。チキンタカシが前線で。これは C に行ってもすぐチキンタカシ会うぞ。こんにちは、チキンタカシ。さあ、二人。いや、一人やって。サッカスやれるか。あ、撤退。いやー、この撤退もいいね。この撤退うざいよ。また強墓地でやり合わなきゃいけない。サッカスが抜けるか。あー、ただ体力が少ないぞ、チキンタカシ。お、そっちに行くか。酒かすも詰めてやった。やっぱ M16 うまいね。ただこれ B で分かれるね、これは。多分ランダムアップしたら A にすごく寄ってるから。多分 A 中でも負けたよ。ランダムレスポンなさそうだよな。いや、A の裏。あ、ランダム A 裏か。おぉ、なんでだ。ワンかと。まだいるぞ、敵は。チキンタカシバース。おー、怪しい、リクトちゃん。おー、サイカス。味方が A 寄りだったからかな。まあ、味方が A 寄りだから分かんなかったのかもしれないね。さあ、愚足が、アルファを確保。いやー、ゾウ組がでもこれ展開早いぞ。もうチャーリー行ってるぞ、チキンタカシ。ただ2人相手しないといけない。まず1人目。やれない。やれない。俺はしっかり固めたいね。まあもう優勝確定しているもののラウンドは取りたい。猿組。
やっぱりラウンド取ってゲームが終わったって思うとちょっと気が抜けてしまうっていうのはあるよね。そうそうそう、気が抜けて負けるとかある。お、ゾウ組が、ゾウ組これ入ってくるの前な、さーっと入っていった、2人さん。ナイスカット。さあ、グソクが、サル組グソクがセンターを、これ沸かせるのか、沸かせないが、あ、カット。ちゃんがブラボーとしてね、うん、もうサル組がブラボーで湧き出してるね。さあ、これは、これ AB 階段、これオクタンが突破したら美味しいぞ。クマが間に合わない。オクタン突破したら美味しいぞ。アルファ、オクタン、アルファ誰もいないぞ。お、4人、4人殺してる今。これチャンスだぞ。これアルファに行けるね。チャンスだ、頑張れ、まだ行けるぞ。チャーリーにも行ける、サッカスはチャーリーにも行ける。これは酒粕。あ、いけ、あ、でもブラボーで湧いた。キーはランダムにスポンでブラボー。うん、まあでもこれでまた固め、この、入って、入り込んでるやつを、金高しさえやれば、固めれるぞ。パチキネスもやられた。で、酒粕が仕掛けられてしまった、ちょっと惜しいな。エンダーサルトやられる。オクトーもやられた。攻めに行った二人がやられてしまったら痛い。そこは攻めずに、ちょっと引き気味で戦ってほしかったかな。まあ、守りたかったな。さあ、これ、グソクジローで沸かないとまずいぞ。ちょっと見てるところが曖昧だな、これ。これはフェンダーアサルトのカモにされるんじゃないのか？大丈夫か？あ、いつの間にかチャーリーが取られてる。竹がすがでも後ろから、今、中継で。ただ酒かす頑張るけども、チャーリーも取られてるから中にマント。4-4勝負か。お、投げて、伊藤ちゃんが湧いてチャーリーをカバー。うーん、チャーリーの戦いはなかなか決着がつかないけど、ブラボー、ブラボーじゃない、うーん、きついな。ゾウ組のチャーリーを取るが、これでチャーリーアルファにまたしたい。お、マルがいいってことだ。ナイスカット。さあ、ワルがどれだけ粘れるか。ワル粘る。ワル粘るがきつい。チャーリーうまいな。カキピーが突っ込んで。チャーリー取れるか。チャーリー取れたらもう厳しいぞ。これはチャーリー落とされるね。チャーリー落とされたらもうきついね。アルファで湧いた。いやー、これはきつい。あ、ブラボーの上で湧いた。これはブラボー、ヒットボックスに落とさないと。いや、リクトーちゃんだったら多分ブラボーすぐ落とすって判断できるはずだ。これは2人で入るけど。いや、先かす中入らないか。オクタン頑張れ、オクタンやられた。あ、フェンダーをしたら、ポポタンが撤退した。ここで。いや、でももうやられてるか、リクトーちゃんが。リクトーかな？やるか？頑張れ、頑張れ。ナイス！ナイス、ちょっと。ナイスワインプレー。あ、これはあれか。あ、でもダメだ。アルファが取られてる。残り1人だけだった。いや、でも最後に一矢報いたようにアルフラボーで2人を。いやー、お疲れ様でした。いや、お疲れ様です。はい、ということで、ということで優勝はゾウ組に決定しました。キングキッズの称号、初代キング